あたり2600。あたり2千六百とは、米国アたり社が開発した、家庭用ゲーム機である。それ以前のプログラム固定方式のゲーム機と異なる、ロムカートリジによって、ゲームソフトを供給する、プログラム内蔵方式のゲーム機として1977年に、ビデオコンピューターシステムの名で、発売さ、あたり VCS の通称で親しまれた。発売時の価格は199ドル。 本に代わる家庭用ゲーム機としてステラのコードネームで開発が開始された。資金難から1976年にノーラン・ブッシュネルはワーナーコミュニケーションズに当たり社の全株式を売却。翌1977年11月にビデオコンピューターシステムの名で発売された。発売当初は前年にフェアチャイルド社から発売された。 世界初のロムカセット式ゲーム機ビデオ、エンターテインメントシステム、あとのチャンネル F との競合もあり、その売り上げはかんばしくなく、当たりと当たり2600の生みの親であるブッシュネルが解任されるなどの事態にも至った。だが、プログラム仕様を公開して、サードパーティーによるゲームソフトの開発、販売を可能としたことによって、家庭用ゲーム機独自の市場を形成するに至り、 当時としてはグラフィックやサウンド機能に優れた VCS は市場をほぼ独占。日本でブームとなったスペースインベーダーの移植版を1980年に発売して大ヒットとなった。日本ではエポック社から1979年にカセット TV ゲームの名称で輸入販売された。当時の販売価格57,300円。 RF 出力するチャンネルの切り替えができなかったため、1CH 専用機、2CH 専用機のバリエーションで販売された。前述のスペースインベーダーも、エポック社からの移植要請を受けて、当たり社が制作したものである。1982年には、後継機となるあたり5200が発売されたが、VCS もあたり2600と解消した上で、継続して販売された。 しかし、1八十二年には、サードパーティーによるゲームソフトの蘇生乱像に加えて、コレコビジョンやエマーソンアルカディアといった新しいゲーム機や、コムドール十四に代表される低価格パソコンと競争に、あたり二千六百はさらされることになった。また、売り上げの増大に生産が追いついていなかった前年十月に、当たり社が販売代理店に対し翌年分の一括発注を、 求めた結果、品切れを避けるために販売代理店が水増し発注を行い、その誤った需要予測に基づいて、生産を行った当たり者は過剰在庫を抱えることとなった。1982年春に発売されたパックマンの当たり2600移植版カートリッジは、当時稼働していた本体の数を数百万本も上回る数が生産された。 クリスマス商戦に向けて発売された ET も売上以上に大量の売れ残りが発生し、翌年にはパックマンと共にニューメキシコ州アラモゴード市の埋め立て地、ビデオゲームの墓場に埋まられることとなる。1982年の第4四半期から翌1983年の第1四半期にかけて当たりの売上は急落。これが発端となり、1985年までに 当たり2600のみならず、米国家庭用ゲーム市場そのものが急速に対した、いわゆる当たりショック。1984年、当たり社の家庭用ゲーム部門は、当たりコープとなり、1986年に、当たり5200の後継機当たり7800とともに、当たり2600ジュニアと呼ばれる廉価版を発売した。当たり2600は、 業務用作品の移植の試みも多く、ローンチタイトルとなった九本の作品内の半数以上が業務用作品を元としており、その中にはポンも含まれていた。その後も、スペースインベーダーやパックマン、サーカスなどの有名ゲームが移植された。2010年代には、レトロゲーム愛好家によって、自作ゲーム開発キットという形態を取り、専用のベーシックコンパイラを配布し、 記録媒体に SD メモリーカードが使用できるフラッシュカートリッジが販売されている。CPU に MOS テクノロジー社の6502のコスト、削減バージョンである6507、入出力制御にメモリ兼用の6532ライアット、ラム、インプット、アウトプット、タイマーの略を採用。グラフィック処理と音源の機能は j マイナーによって開発された。 テレビジョンインターフェースアダプター以下チアと呼ばれるワンチップに収められた。各種コントローラを接続するため、本機には d サブ9ピン状の台形のコネクタが2つ用意されている。コントローラとしては反射型ゲームで用いられるパドルコントローラやジョイスティ、12ボタンのキーボードなど数種類が用意された。このコネクタは様々な仕様のコントローラに対応できるよう、 デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力に対応している。ピンアサインは以下の通り。デジタル入力の読み取りは、プルアップされた各入力ピンと GND との短絡を検出することによって行われる。また、アナログ入力は、各入力ピンと VCC との間に、可変抵抗を設け、その抵抗値を読み取るものである。1から4番ピンのデジタル入力。 デジタル出力はピン単位で切り替え可能ある一方、5、9番ピンのアナログ入力、デジタル入力の切り替えは両コントローラ用コネクタのすべての入力ピンに対して行われる。また、6番ピンは他のピンと同様のオンオフ検出とエッジ検出。一旦オンになったらコントローラ側でオフにしてもオンと検出され続けるとの切り替えが可能である。この切り替えも 両コネクタに対して一斉に行われる。厳密に比較として定められていたわけではないが、あたり2600と部分的に互換性のあるコントローラー用コネクタが、あたりのみならずコモドール等様々な企業のパソコンやゲーム機に採用されている。日本では PC-6001 でにボタンと拡張し、電源ピンや GND ピンの位置を変えて採用されたほか、NEC が 企画策定の初期に関わっていた MSX 企画が PC-6001 と同一のピンアサインのコネクタを採用した。ゲーム機としての MSX などの普及などにより、Windows が国内で台頭するまで間、この拡張された PC-6001 と互換性のあるピンアサインのコントローラが国内ではデファクトスタンダードとなっていた。また、類似した。 ピンアサインをシャープの X1 が採用した。ただし、X1 の実装では PSG の汎用 IO が直接コネクタに出ているため、コモン端子の配置は同じものの、電源ピンがなく8番ピンを除くすべてのピンが入出力端子となっている。ゲーム機では、セガの SC-3000 で同様にボタンが追加された仕様のコネクタが使用されており、拡張を重ねながら、 メガドライブまで使用されていたが、上記の PC-6000 シリーズや MSX とは、拡張部分のピンアサインは別のものである。下記のように、あたり2600、MSX、X1、セガのゲームコンソールでは、インターフェース側に、電気的な互換性はない。また、これらの互換性はローになったピンの位置と意味が合致する、ことによって持たされているため、 実際のコントローラ側の実装ではスイッチが謳歌された時に接続されるピンの際などもあるため特に電源を併用するようなコントローラでは注意が必要であり正式に性が対応をうたっているコントローラを用いることが望ましい。なお、直接の互換性はないもののピンを入れ替えるアダプタを用意することで別の機種に用意されたものを使用するソフトウェアなども販売されているほか、 電池ボックスやモードスイッチを装備することで複数のコンソールに対応するジョイスティックも発売された。このように厳密にはピンアサインとしては異なるものの1ボタンのあたりコントローラーが使えることからこれらのインターフェースはあたり使用準拠とカタログに書かれていた。これらの端子は多くが汎用 IO に接続される形になっていたこともあり、 ソフトウェアの制御によって入力デバイス用のコネクタのみではなく、他ボタンの入力機器、マウス、通信ケーブル、ミディ機器の制御など、他の目的に使われることもあった。しかし、ホスト側の実装そのものは機種によって大きく異なり、制御可能な内容そのものも異なる上、これらの機器はソフトウェア側の対応を必要とするため、当たり規格ではなく、 対象機種の専用品として販売されていた。コントローラデバイスの複雑化などにより、1990年代中頃からはゲーム機で採用されなくなった。また、Windows ではドライバも用意されず多くの場合において、あたり規格相当の端子が使用でなくなったことや、それらでは PC、a t 互換機のゲームポートがサポートされておりそちらが使われるようになっていった。さらには、 そのゲームポートもレガシーデバイスとして排除され、USB 接続が主流になると、レトロゲーム以外では需要がなくなり次第にその姿を消した。なお、FM タウンズでは通常同時に押されることのない方向キーの上下で、セレクト、並びに左右を同時に覆化することで、ランの2つのボタンを標準で拡張しており、 重複する方向キーと追加されたボタンは同時に正常に判別することができない。また、電波新聞社、シャープが販売したアナログスティックはパラレル通信によって256段階の入力と他ボタンの認識を可能にしている。メガドライブでは6ボタンパッドもリリースされており、7番ピンを 特定のタイミングで2度ハイにすることによって、拡張部分の状態が返されるようにする形で、認識ボタンの追加を実現している。同様に、FM タウンズでも6ボタンパッドが提供されており、これは8番ピンをハイにすることにより、拡張部分の状態が返されるようになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。